こんにちはオーーーストラリア,アマゾン室サポーター堀秀夫です今日はオーストラリア人の所得が高いわけ。まあ、これをね、えー、ちょうど日本でテリー等のお兄さんが、たもやき店、えー、中国人をね不法就労させたということで、書類送検されたとニュースを見てね、まあ、日本とオーストラリアの大きな違い、えー、それについてお話したいと思います。これね、えー、有名な築地のた焼き屋さん。 丸の伊藤光雄社長、まあ兄伊藤ですよね、がやってる卵屋さんが就労資格のない中国人を働かせていたと、ねまあ、で書類送検されたということなんですけど、まあ、日本の場合ね、例えば、有給を取らせないとか、サービス残業させるとか、最低時給以下の、ね、給料でこき使うとか、は、まあ、またまたこういう就労資格のないね、 外国人を働かせたといううのはもう定期的にに、えーまあ、摘発されててるというか、えー、問題になってますただ、まあ、正直分かりやすく言うと使ったもん勝ちと、ねえー、大したペナルティーはないというのがあって、まあ、日本の時給は非常に低い、えー、ところでとどまっているというのがあります、まあ、一方オーストラリアではね、えー、これ就労ビザを持ってない民に不法就労をさせた場合のペナルティーが大きい また最低賃金以下で不法就労させた場合のペナルティも大きいと。まあ、そのため最低時給が守られ、時給が高く維持されています。まあ、例えばこれ寿司屋さんね、えー、その最低時給を守らなかったということでね、えー、20万ドルの罰金を払うことになったということです。これ20万ドルっていうとね、えー、大体まあ当時のネットで1800万、ね、1ドル90円ぐらいしたから1800万ぐらいでしたから、まあ、そうなるともう えー、お詫びするとか反省しますとかじゃなくてね、えー、事業そのものが存続できるかどうかと、ねまあ、小さな飲食店、そんな儲かってるわけないんでね、えー、そんな中で、えー、その、まあ、1800万、えーまあ、2000万近いお金を払うってことは、もう、えー、店閉める、あるいは売るしかないということになります。結局ね、ば、え、れ、ー、たら大変なことになるんで、えーけまあ、割に合わないと。 ね、ちょっと時給をケチったり、ビザの手続きをケチって、働くと割に合わないというのがあるんでね、えー、オーストラリアは高い時給が守られていて、まあ、日本の、ねえー、平均給与より高い時給をもらっていると。日本の平均よりオーストラリアの最低時給の方が高いというような状況になってますからね、まあ、オーストラリア人は、まあ、非常に高級取りが多い。まあ、だから、えー、金電遣いも荒く、えー、オーストラリアでは物価が高い。 そういうい形になってます、まあ、日本は物価が安いわけなんでね、えーまあこのまあ、不法就労させてるのが原因とかそういうことではないんですけど、まあ、ただ先進国中、最低水準の給料、時給で皆さん働いてます。おかげで日本で買ったものをオーストラリアに輸出すると非常に儲かるというね、輸出をしようと思えば日本は天国という状況になってますんで。 ま,あまずはね、こちらのサイトの一番上に行って、このメールセミナーというところをクリックしますと、オーストラリア、アマゾン輸出の情報が無料で届きます。こちらにメールアドレスとお名前を記入して登録するボタンを押してください。今これ YouTube 動画で見てる方は、ね、ここ、 クリックとか記入できないんでね、動画の説明欄にメールマガジン登録の URL がありますんで、まあ、そちらにクリックしてね、メールアドレスとお名前を記入して登録するボタンを押してください。ご登録をお待ちしています。オーストラリアアマゾン室サポーター、堀秀夫でした。